画面は大城さつき映ってきました。10番のティーイングエリアです。大城選手もね、今年なかなかこう成績が出なくて、一比今日はこの前半40スコア崩しています。ここもフィニッシュ取れない。左に行って左のラフですね、はい、良さそうですね。ニトリとスポンサー契約を結んでいる選手です。アマチュア規定がカルキーの工藤優美です。右手を離したフィニッシュですが、左のラフ、そうですね、少し右に、大丈夫ですね、はい、はい。で終盤15番、16番、18番とツアー屈指の難関パー4が続きます。10番は沖聖羅のティーショット、はい、フェアウェイで止まります。予選は通っているんですけれども上位に行けず、今メルセデスランキング52位まで下がってしまいました。いや本当にこうちょっとした流れの違いで目まぐるしくこのポイントランキングも変わりますね。そうですね、まあ、フェアウェイですね。上野もさ、10番のティーショットは長いかな。本当にゴルフ上手な、ね、選手ですけどね、去年の秋から青山満コーチに教わって、そのスイングのテンポというのをかなり意識して修正しているそうです。アマチュア時代からです。そして森田は今シーズンもう優勝争いもしています。現在メルセデスランキング19位。ただ今日はボギー3つとスコアが伸ばすことができていません。10番のティーショット。よっしゃー、続いたんですが、その資生堂レディースで1回上位に行ったことで B ランキングを大きく上げました。ですね、こう本当にこうシード選手も油断はできませんが、まあ、ただ1年間猶予ある、ね、疲れました、成績残せませんでした、じゃあ、はい、ね、話にならないってことですね。ルーキーの佐久間朱里、右から回してきましたね。ホールインワンも達成しています。いや右サイドですが、はい、さあ同じ組の穴井ララ、大丈夫そうですね。穴井選手もかなり飛距離が出る選手なので、この選手も飛距離が出ます。今日はワンバーディーワンボギーの内容、体を大きく使って振ってきました。桑木は2番でダブルパーですか。ルーキーの桑木志帆、この選手も飛ばす選手です。結果的にサブのパターは使わなかったそうなんですが、そういう奇策に出て見事 QT13 位でフィニッシュしたという桑木志帆です。な
るほどですね。なんかこう候補が5番8番ボギーの後9番で今日最初のバーディーが来まして1アンダー。うん、いいところですね。はい、早川は現在トータル2アンダー16位タイです。うん、これもいい。いや今日本当にあの序盤でスコアボギーダブルボギーがあって9番で最初のバーディーっていう選手多いですね。だからそこをね、はい、まあ、ダブルボギー日本人最多連続ベスト5ということになります。ここまで7試合連続トップ5の山下美夢有、その前に今シーズン初めてのシード選手として戦っています金澤志奈。安定しますね、はい、はい、テンポよくどんなショットも振りないですからね、はい、21位タイの権藤可憐です。権藤も QT はあのうまくいかなかったんですが、吉本選手ですね。第16組吉本ひかる、昨シーズンの賞金女王、現在もメルセデスランキング3位につけています。うん、いい感じに、はい、降ってきてますね。いや堀も本当にこう常に調子のいいいいところにいる、そんなシーズンを送っています。前半すべてパープレー。この西村があの記者のコメントで15番から18番はこの小樽カントリークラブのアーメンコーナーですねというふうに言っていました、はい、まさにその通りで、まあ、2日間常にマネジメント戦略を求められる、頭を使うことを求められる、そしてその通りに実行する技術が問われます。それと同時に、うん、右ラフです。まあ、原も先ほどのバーディーから一気にまたこうちょっと表情も明るくなってきました。現在3アンダー10位タイの工藤遥加、メジャーも制している実力者。前半は全てパープレーで現在3アンダー10位タイです。なんかそろそろこの辺でバーディーをね取りたいなっていうそんな雰囲気ですよね、はい、全員順位が10位タイで並んでいます。木村選手もこう4試合ですかね、はい、予選落ちが続いたので、はい、やっとまたその流れをね、ここで変えれそうですね。そう87位だったんですが、前半戦少ない試合数で一気にリランキングを上げてきました。現在メルセデスランキングも65位につけています。うん、少し右抜けましたかね。うん、まあ、パー5ですので、ね、次のショットを無理、はい、うん、残れば、はい、大丈夫ですね。大竹選手は本当に女性もっと、ね、こう大きくゆっくり振ってもいいのかなっていう、ね、感じもしますけども、体の負担などいろいろな、そうですね、まあ、そこは自分の、ね、はい、調子とともにアレンジしていけばいいんじゃないかなと思います。
今日1イーグル2バーディー、トップタイ藤田彩希、飛距離も出ます。まあ、もちろん、まあ、ちょっと年を重ねるごとに、ね、体も少し硬くなりやすいので、はい、だからもちろんトレーニングで筋力をつけることももちろん大事なんですけども、はい、やっぱり可動域がないにはもちろん怪我しやすくなります。スコアを戻しました。トップ対原恵梨香が10番のティーショット。うん、いい感じに取りましたね。フィニッシュも綺麗にと、はい、決まりました。天気を風が強かったのかなと、はい、思います。2番ボギーのイン、他は全てパープレーの青木。少しこう今日はウッチを取るっていうのもおそらく初めから頭にあると思うので、ええ、まあこれぐらいはもうしょうがないかっていう感じでね、やってると思います。原恵梨香が3連続